グラデーション A。 やー、綺麗にグラデーション、最高だね、この色合い、素晴らしい、お手本のようなグラデーションだ。そんなことついに、はい、セレクションがやってまいりました。よっしゃ、第1弾ね。はい、はい、今年はちょっと例年と違ってね、はい、キャリアハイベストラインということで、はい、プロの方が選んだセレクションということでね。いやーね、これ結構重要ですからね。そうね、はい、こちらはね、後で引くとしまして、まあ俺とリボンが30-30、はい、で引くとして、先にマンスリーガチャ記念かなんかのね、はい、10連無料 S1 個確定が来てるんで、はい、普通に熱いですよ、はい、無料だし、うん、そちらはね、それ3人で引いていきたいと思います。よし、行きましょう。マンスリーありがとう。はい、ということで、まずはプロスペースマンスリー感謝祭、はい、10連、もう本当に無料なのは熱いです。いやー、ありがたいですね。ありがたい、ありがたい。これは別に GGM とかないもんね。なんもない、普通にただ S 確定だけど、はい、うん、したらもうそうだね、もう俺のもんになっちゃったから。なんでよ。ね、片思いしたまま人気のあるやつになんかもう持ってかれたみたいな感じですよ。うん、そういうことです。あの、僕の人の森ですもん。はい、いや、それはそうだ。もう分かってる。あのリアクション見れば分かった。あ、もう分かった、みんな、うん、あ、マジか。ということで、今回森選手、うん、出てくれれば、あとは外野の強い選手ですね、うん、はい、そうね、松坂選手とかが来てくれればいいなと思いますので、じゃ早速やっていきます。はい、2枚引きとかもあるから。あ、まあ確かにね、うん、全然ありえる。最後の確定なだけなんで。はいはいはい、まあこれ確定だからね、今関係ないから、 A は S でしょ。調子くんレッツゴーね。もういいよ。おーおーおー、まあ確定だよ。毎回食えあの、慣れないところ出てくるのやめてほしい、うん、マジビビる。確定だもん。うん、あー、でもなんか久しぶりに見たわ、これ。なんでじゃない、これ青く光った2枚引きあった。おー、来た。これあるぞ。ある、全然ある、全然ある。あるぞ。え、これもう 90% ぐらい2枚引きだもん、うん、この演出って。あー、でも最初流れ星、最初だけ来て、最初だけね。うわー、これ2枚引き、ライブでも激アツでは。あっ、うわまあ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 、いいのよ、ケンゴー、ケンゴー。さあ、ってこと、怖い怖い怖い、うわー、ないよね、俺は3枚で。ない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 、さすがにない。怖い、リボン怖い。おお、じゃあ最後ですね。はい、それじゃあ、いきます。はい、お願いします。おお、いい、全然いいじゃん。いい、全然いい、強い、左で欲しかったから、うん、中継ぎの強キャラです、うん、タイピン付きだからね。いやー、ありがとう、ありがとうございます。おお、まあいい引きしたんで、うん、このまま行きましょう、っちゃいましょう、30連行きましょう。それでは30連行きます。ゴー、来ましたよ、セレクション、セレクションカーニバル、はい、ということで、まずはじゃあ選手紹介、選手紹介、はい、まずははい、殿崎選手。おー、かっこいい。このね、セレクションから一番大きいのはこのスピリッツ3500。あ、そう、いやー、100上がりますね。100上がってるんですよ、これがもうリアタイリーゴーダーでめちゃくちゃね、猛威を振るってくるんで、ね、デスパイヌ。デスパイヌ。そんなリボンディーには欲しくはないかな。まあそうだね、まあちょっと他に欲しい選手がいるんで、やっぱり僕は。なるほど、はい、続いて岩隈投手、はい、2008年、やべえ、うん、球種ですよ。すね、メジャーの時めっちゃ投げてたんですけど、うん、ないんですよ、ね、あ、ないの、プロスピには。へぇ、悪天なんで。あー、そっかそっかそっか、行く前なのよ、うん、あったらね、化け物だったね、化け物。うん、内投手、内投手、まあ、里崎選手がね、選んだ、うん、はい、ぶっちゃけ、ここは大丈夫ですね、はい、うん、ここはきついですね、うん、正直な話。はい、中田選手、はい、デスパーの方がいい。確かに、デスパーの方が全然いい、はい、比嘉選手、これがちょっと比嘉選手がちょっと強いという噂で、ほう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 、変化なんですよ、はいはいはい、スライダーとシンカー両方2種。おお、これはでかいね。すごくないですか。強いわ。片方だけだったからね、あるけどね。そう、うん、しかももうほとんどスライダー見分けつかないんで。ああ、そっか、そうだね。そう、うん、あの出し入れで、うん、大体ボンダ稼げる。おお、そう、うわー、来た来た来た、めちゃくちゃかっこいい、うん、写真がやばい、うん、ショートでだって、まあ、和夫さんもすごいけど、やっぱ、うん、林さんもすごいよ、うん、うん、何より写真じゃないかっこいい、これマジでかっこいい、セレクションの背景めっちゃかっこいい、かっこいい、能力とかなしにもうこっち大当たり、うん、はい、外選手、はい、はい、来た、ピッチストレッシュ、セカンドとかもできるし、そうだね、強いね、うん、強すぎ、こちら球児さん、今回結構ダークホースなんですよね。あ、そうなんだ、そうなんだ、綺麗に見てください、本当だ、おや、8年称号で常時 S です。ほんと1上げるだけだって、もうプロ野球選手も分かってても打てないって言ってるもん、ストレート、そして何もよりもやばいのが、うん、今回だけあの2入っちゃったんですよね、素晴らしい、これやばいです、入ってんだ、 T でも素晴らしい、あるとないよ、相当猛威振ると思うよ、強っ、せーやもう、もう欲しいよ、強いね、強が全部上がるから、これミート94年の星です、はい、吉見投手、はい、強っ、2011年
俺は当たってほしいぐらい。あまあね、中日はね、うん、バレンティン、ゴーバレンティン、はい、89もう S いけます、全然いけます。初期から90いってほしかった。確かにめっちゃおもろくない。そういう選手っていないでしょ。いないいないいない、ね、みんな大体ここ止まりだよね、89とかね、止まります。うん、以上ですね。はい、じゃあ、いっちゃってください。いっちゃいな。狙いは、狙いはですね、バレンティン選手、はい、聖夜選手、世界本命の早矢選手、あ、そうだ、早矢選手、そう、早矢選手、ショートね、江田さんいいんですけど、はい、やっぱり打撃熱くしたいんで、はい、まあ、あとはもろもろいますけど、まあ、この選手が主かなと、はい、思いますんで、はい、早速回していきます。いっちゃって、まだ10連目から怖え。あんまりリボン演出関係ないもん。あんま関係ない、最近俺関係ないからね。そうだね。さあ、ここで炎が、お、絡みよ、絡みよ、お、怖い、裏切りの青。ちなみにね、今回 S が 30% でセレクションです。おお、来た来た、いいよ、はい、結構低い、うん、いつも 50% だからもんね、うん、大体そういうやつね。はい、もうスキップしていきます。どんどんスキップだ。はいはいはい。おおおこいつえぐ、大馬鹿だな。ちょ普通に A とかと思った。俺も A だと思った。俺もで、こみた S S やば、お前お前、みんなハラハラする暇なかったよ。確かに。もういけ、もうそのままもう一回スキップしろ、全部全部、全部いけ、はいはいはい。あー、ちょっと動揺隠せねえわ、今。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もう、サメ交代ですね。はい、こんなことある、すごっ。いくってことは、もう2枚確定だからね。うん、いやー、ありがとうございます。じゃあ、もうこの調子でいきましょう。20連目、はい、行かせていただきます。よっしゃー。またスキップ作戦でいきますか。スキップ作戦でいきましょう、もう、はい、ここまで来たら。もういいです、スキップ。怖いんだよ、俺マジ。自己待ちね、自己待ち、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 自己待ちね、自己待ち。自己待ちね、自己待ち。ああ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 あ、マジで。戻ってきたぞ、俺の運気が。来た。え、下がったって言ったじゃん。演出なしだしね、確定演出。うん、まあ多分最後見てないから分かんないけど、一応まあ続き見ますよ、一応。一番かっけえ人出たやん。で、一番欲しかった人出たわ。え、恐ろしい。お願いします。ショータスキップ作戦。はい、もうこれ、もうこれ、おおタッチュー。なるほどね。俺でもこれ引くか迷ってたからね、ギリギリまで。まあ、そうだよね。これはすごい、おめでとうございます。ありがとうございます。勝ちました、これ大勝利。いや、おめでとう、ありがとうございます。ミキサーして、はい、やってきます。おお、スケープ。おお、全然全然いい。阪神枠超貴重だ、うん、全然いい。大勝利、全てが順調。余興にはなりますが、はい、最後大輝のマンスリーだけ引いて、はい、僕のセレクションは別動画で、はい、あげますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、後ろでなんかくつろいでる人いるんですけども、本当に育成してます、この人。いや、本当にしてるから。動画中ですから、今これ。はい、やばいな。ということで、僕もこのプロスピエースマンスリー感謝祭10年プレゼントスカード、はい、一人で引いていきたいと思います。はーい、頑張っ てください。はい、そしたら狙う選手、中島選手、高橋選手、あ、まあジャイアント選手ですね。それでは引いていきたいと思います。はいはい、まあ S か、 S 確定してるんでね。めっちゃ頑張って、頑張って。はいはいはい、はい、僕だけ演出あんまないと。僕だけなし、もう個人の。そうなんだよね、求められるよ。はい、頑張って。マジ演出1個も来てません。あ、ここで。ありがとうございます、2個ありがとうございます。レンダーファイター、レンダーファイター。はい、俺だけこういう結果が生まれる。そしてリボンの後だといつもこういう結果です。はい、ということでもう S もう来ました。ありがとうございます。じゃあ皆さん、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。相変わらず ST 持ってんなと、はい、神引きしてんなと思った方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは本日はこの選手でお別れです。はい、いきます、いきましょう。はい、ネオルバビー。
坂本当たった。